家境御門は、真意の、第七代皇帝。忌味川はじめ園、即位後に、園と改めた。病号は人相。財政時の言語の家境をとって、家境御門と呼ばれる。乾隆二十五年、乾隆帝の十五男として生まれる。乾隆六十年、八十五歳の乾隆帝から上位を受けるが、乾隆帝は、大上皇となっても実権は手放さなかったため。 家境三角は飾り物の皇帝に甘んじた。賢竜帝が家境四年に放御すると、家境三角は真っ先に、賢竜帝が徴用していた関心へ支援を中殺した。周りの人間すべてがヘシェンのことをろくでもない関心で、あると見抜いていたのに、猛録した、賢竜帝だけは信任し続けたため、賢竜帝が生きている間は動じようもなく、ヘシェンは国家に入るべき歳入のかなりの額を、 懐に入れていた。ヘシェンから没収した財産は、実に国家の歳入の10から15年分に当たったと言われている。ケン中期以降の清は、好奇士官が甚だしかった。佳京ミカドはこれを修繕しようと試みたが、あまりかんばしい結果は得られなかった。この頃の中国の人口は、100年前が2億ほどだったのに対して、4億を突破していた。 しかしその一方で、農業高地はわずか1割ほどしか増加しておらず、必然的に一人当たりの生産量は低下し、民衆の暮らしは苦しくなっていった。そうした民衆は、貴族となり、白蓮教を中退とすることで政府に対する反乱となった。このような反乱は、権利末期から起きていたが、中でも天理教との乱ではわずか80名あらずながら、反乱軍に、 死金城にまで踏み込まれ、矢を壁に立てられた。佳境三角は、己を罪する御事と塗りを出し、事態収拾に当たったが、うまくいかなかった。朝廷軍の満州八旗は三世の春の長い平和により堕落して実戦には、まるで弱く、反乱軍を相手に連戦連敗であった。旧した朝廷は、反乱軍討伐を共有と呼ばれる、義勇兵軍団に頼ることになった。 この方策は成功し、なんとか反乱を鎮圧することができた。これと並行して、海では海賊が横行し、真の船を襲っていた。これは帝島の乱と呼ばれる。この海賊の後ろ盾には西山島の乱で、大腰の支配者になった原子三兄弟がいた。族と原子の関係は分かりきっていたが、原子に訴えても知らぬ存ぜぬで通された。政府は対策を、 李長道に命じた。1777年以後シャムに亡命していた、江南元氏の生き残り玄福栄は、粘り強く西山朝への攻撃を継続していたが、西山町の内紛をつき、10年の戦いの後に西山町を打倒した。事態は好転し、後ろ盾を失った海賊を、李長道は打ち滅ぼした。下京9年に、下京御門は玄福栄を、 越南国王に封じ、越南国を正式の国号とした。元朝は最初、清に南越の国号を求めたが、佳境御門は越南という国号を与えた。実行支配が腰の南部に止まっている現状への不満とも取れる南越という国号に、元朝の北進を思向した領土的野心を警戒したという見方もある。こうして清は、なんとか乱を乗り切った。 しかし、以前は、万に見てば敵すべからずと言われた、満州人の軍隊が完全に堕落し、もはや全く役に立たなくなったことが露見したため、多数派の肝心に対する満州人の武断支配に大きな不安を抱かせた。また、反乱を鎮圧した共有が発展して、後に祖国藩や利交渉によって作られる軍閥となり、満州人の地位を危ういものとした。これに加え、 南の原福への後ろにはフランスが迫ってきており、さらにこの頃からイギリスから密輸入されるアヘンが急激に増大するなど、鎖国の夢を破る西欧諸国の足音がひしひしと迫ってきていた。これに対して、佳境ミカドは増加しつつあったキリスト教徒を弾圧するなど対策を取ったものの、アヘンが後のアヘン戦争を引き起こし、共有から発展した。 軍閥政権が真を滅ぼしたことを考えると、真の滅亡の方がはまさにこの時代にあったと言える。佳境三角は佳境25年、秘書山荘で急死した。死因は記録に残されていないが、肥満体だったことから、心血管疾患、もしくは脳卒中だったと考えられている。両母は清清涼にある。 ありがとうございます。